このフジテレビがありますのが新宿川田町。大きなアーチを抜け左に向かいますといくつかの坂があります。その坂の途中の牛乳屋、夕方店を閉めようとしていると、年の頃は23歳、青白い顔をした、髪も乱れた着物姿の女。牛乳を一本ください。また次の日も同じ時刻になりますと、牛乳を一本ください。これが3日ほど続いたと不思議に思った主は、その女の後を見えがくれについて、やがてふらふらと入っていったのが荒れ果てた墓地。やがて奥まった墓石の前に座る。ググッグググググッと石をずらす。土の中からこうやって抱き上げたのが、すっかり白骨と化した子供の死骸。おお、よしよし。死骸に牛乳を飲ませ、墓石の陰で牛乳屋、震えながら怖いもの見たさにじーっと見ている。生暖かい風が牛乳屋の頬を、途端にその女ぎょろりと振り向く。見たな。うわっ、逃げ出そうとした男の肩を女の青白い手が掴む。うわあ！それ以来、その男は二度と店には戻らなかったと言います。そしてその男は今そこにいる。江戸時代のお話でございますが、麻布の長屋で小金を貯め込んでおりました源平夫婦が、格圧に来た悪徳坊主に殺されるという事件がございました。その後トンと坊主の行方が分かりませんが、残された一人息子関心にもしじみ売りとなって暮らしておりました。三年後のある雪の降る寒い夜、おーいしじみよーしじみよ、とある寺の門前に差し掛かってくると、中からお中寺が、ああこれこれ坊や、こんな夜更けてまでしじみ売りとは関心じゃのう。どれ、節操が全部凍ってやろう。ありがとうございます。ささ、しじみはそのざるにでも入れて、一つこたつに入って手でも温め。おーおお、ひびや限れが切れておるではないか。お坊様、お礼に肩でも揉みましょう。お、そうか、そりゃ一つ頼むかな。ああ、いい気持ちじゃ。お前はしかし関心じゃのう。お父さん、お母さんが病気でもしておるのか。いえ、三年ほど前、人の手にかかりまして、この世を去りました。三年前？それでお前はどこに住んでおった？そしてお父さんの名は？麻布の源平と申しました。麻布の源平と？この坊主こそ源平夫婦を殺した下手人でした。そうか。それでしじみをの、辛くはないのか。トト様、カカ様の仇を討つまでは。仇を？で、その下手人は分かっておるのか。はい。それは誰じゃ。その下手人はお前だ。
いやお客さんよりあのキャンディーズの方がびっくりしましてね。大丈夫ですか。はい、みっちゃんがかなりね、スギちゃん、喋る方がびっくりしちゃった。語る方がね、先生、ね、どうです、語りは良かったですよ。